今日はですね、J リーグ鹿島アントラーズ対コンサドーレ札幌の試合が行われまして、4対1で、えー、鹿島アントラーズが快勝しました、えー。この結果、鹿島アントラーズは首位をキープと、まあ、暫定ではありますけれども、首位をキープとなりました。はい。いやあまあ前半は、まあ、本当にこう最高なあーゲームができたんじゃないかなと思いますし、もう本当にね、えー、鹿島の まあ、やりたい放題と言いますか、まあ、コンサ通りにね、まあ、ほとんどシュートを出せなかったんじゃないかなと思いますし、まあ、決定的な場面も本当に立ち上がりすぐの、あの、セットプレーまあ、あれ以外はなかったんじゃないかなというふうに思いますし、本当にもう完全に、え、鹿島が支配した前半となりました。で、ゴールもね、 あの、まあ、上田選手と鈴木選手があ決めたということで、まあ、ストライカーがね、やっぱ点取るとチームは乗っていきますし、まあ、何より、えーまあ、上田選手のね、1点目、あの、本当にこうピツカ選手からあの素晴らしいスルーパスが出てですね、あの、本当にこう、常に裏を狙うっていう姿勢がね、まあ、ゴールにつながったあーシーンだったと思います。 で、2点目、まあ、鈴木選手の PK なんですけれども、まあね、1回 PK ストップされましたが、まあ、VAR でもう1回ということで、あの、まあ、蹴る瞬間に、キーパーがね、もうライン上、あの、ゴールラインをね、あのー、から前に出ているという判定で、やり直しとなりました。でそのやり直しをね、鈴木選手は落ち着いて決めてくれましたんで、 あの、これで2対0という形になりまして、最後3点目。これ完璧でしたね。形も、あの、ゴールもすごく綺麗なあーゴールでしたあ。これでもうほぼね、えー、勝負は決まったかなというとこだったと思います。で、あの VAR のね、あの PK のシーンはね、あのー、個人的にはあの、だいぶ前のゼロックス、えー、スーパーカップの時の、まあ、鹿島対サンフレッチェ、まあ、国立でやった時ですね。あの時にね、PK で総形選手が、あ、何度かセーブしたんですが、 すべて、あのー、ゴールラインを蹴る前に出たというところで、まあ、やり直しになってね、非常にあの試合が、あのー、印象ありましたからあ、あれをね、少し思い出すような、まあ、シーンではありました。はい。で、まあ後半にね、入って、えー、すぐにね、まあ海輝選手、本当ね、セットプレイからのヘッド強いですから、あの、海輝選手のゴールで4対0となって、まあ5点、6点、えー、このままの勢いでね、えー、いければなと思ったんですけど、 まあ、札幌もね、まあ、意地もありますし、えー、ここ数試合ずっとね、あの、無失点で、まあ、来てたチームですから、まあ、4点取られてね、あのー、まあ、いい意味で、まあ、吹っ切れたというところで、かなりね、札幌もアグレッシブに前からあ来ましたから、あの、後半は本当に、こう、札幌にいいチャンスを多く作られてしまったんですけど、まあ、相手のね、ミスにも助けられて、あのー、まあ、1点でね、失点を抑えることができましたんで、 あの、それはね、良、えー、かったなと。あれね、1点、2点で連続で入っちゃうとね、結構波乗って、3点目、4点目とかって取れるね、可能性もかし、あの、サッカーはね、ありますからね。 うん、あそこはなんとか耐え忍ぶことがね、できたので、まあよかったなというふうに思う反面、えー、途中から出た選手ですね、なかなかこう試合に入れずに、あのー、まあパッとしないという言い方はちょっとあれなんですけど、なかなかこう途中から入って、まあ効果的な仕事ができなかったのかなというふうに思いました。あーで、やっぱしね、鈴木選手が交代してしまうと、 あの、前線でやっぱしターゲットがいなくなってしまうっていうのもありますし、まあ、ため入れないっていうのもあるし、あの、攻撃の起点にね、慣れる選手がいなくなってしまうので、あ,あの、すごく、後半はね、もうほとんどフォワードにもボールが入らずに、まあ、厳しい展開となりましたが、あの、これが、ま、鹿島の、まあ、今の大きな課題でもあると思います。えー、やっぱしね、あのー、 この選手がいないとダメっていうのではね、長いシーズン、えー、やはりずっと鈴木選手だったり上田選手がね、フルで、えー、出れるってことはね、えー、ないと思いますから、まあ、あの、出てない選手、サブ,サブ組の選手がね、えー、もう少し、えー、こういった時にチャンスをもらった時にね、まあ、あのー、 効果的な働きであったり、ま、結果っていうのが出せれるとね、えー、本当はチームとしてはいいんですけど、まあ、なかなかね、えー、難しい、まあ。札幌にね、勢い持っていかれてたところもありましたから、まあ、難しい試合展開ではあったと思いますけど、えー、何かね、えー、アピールするようなあプレーっていうのが見たかったなというふうには思いました。はい。まあ、とはいえね、えー、これからまだまだいシーズンも長いですし、えー、特にね、えー、こっからは、 季節的にもかなりね、えー、厳しい、えー、環境で、えー、試合をしていかなきゃいけないですし、何より、えー、結構日程がね、えー、詰まってるので、あの本当にこうコンディション、いかにいいコンディションで試合に止めるかというのがこれからのね、えー、季節は、まあ、大事になってくると思いますから、まあ、せっかくね、ここまでいい結果できてますから、あのー、ここのね、夏はちょっと鹿島ね、落ちるっていう過去のデータもありますけれども、 なんとかここでね、チーム全体で、まあ総力戦となって、まあコンディションいい選手がね、まあ、試合に出るというようなことができればね、あの、うまくしのげるんじゃないかなと思いますから、ここからがね、本当にこう、 厳しい戦いが続くと思います。はい。まあ、ただね、えー、今日は本当に素晴らしいゲームだったと思いますから、あ前節負けてからね、まあ鈴木選手も最後言ってましたけども、まあ、前節恥ずかしい試合した中でね、えー、今日はホームで絶対勝ちたいって言ってましたから、まあ、そういった気持ちが伝わってきましたし、 えー、しっかりとね、えー、この勢いをまた持ってね、次、えー、ルヴァン、えー、消化試合挟んでから、リーグ戦裏はという形になりますんで、まあ、ルヴァンのね、消化試合とはいえー、ここでパフォーマンスが悪くなるとね、リーグ戦にね、悪影響を及ぼす可能性もありますから、いくら消化試合とはいえ、結果にね、こだわって、 次につなげていってほしいなというふうに思います。はい。えー、今日はこのところで、えー、感想を終えたいと思います。えー、また次のね、ルバン、ガンバ戦、えー、終わってから感想動画を上げたいと思います。